え、で今日なんか、はい、合コンがあるんですか？あ、そうです、そうです。あのボリアモリー合コンっていうのは私まあ、友達と一緒に何度か主催してるので、今日はこれから自分の住んでるシェアハウスに帰ってそこに人が来て合コンするみたいな感じですね。あ、そのシェアハウスが、はい、浅草橋に。あ、それ行っていいんですか？あ、はい、大丈夫です。あ、大丈夫ですか？はい、私の夫ってもらうのは別によくて、私以外の参加者さんたちは、まあ、個別にいいですかっていう話を都度してもらえれば大丈夫です。分かりました。そうです、はい、でまあ、最初の時に私も今日こういう方が来ててっていうのは言うので。分かりました。反省の話とかもう何十回したか分かんないぐらいですよ。あ、そっか。必ずどうやってボリアモリーが始まったんですかとか、今パートナーがいるんですか、浮気はし、浮気とどう違うんですか、嫉妬はしないんですかみたいな定番の質問が10個ぐらいあって、あ、何十回したか分からんみたいな感じですよ、ぶっちゃけて。嫉妬はだからないってことですよね。いや、あります。私の場合はあります。ない人もまあまあいるっぽくてすごいなって思うんですけど、私は割とキャンキャン言いますね。へえ。でもだから、うん、今 A さんは A さんで別にパートナーいるけど、はい、うん、でそっちに偏りすぎるとキャンキャン言うってことですか？どうなんだろうな。 A さんとの間にはもうお互いないよねっていう感じはしますね。やっぱり長いからもすごい信頼関係ができていて、お互いがずっとお互いのことを好きっていうことにすごい揺るがない感じが。へえ。B さんが他の女の子と遊んでるみたいな話を聞くと、どこの誰なみたいな感じがすごいモヤモヤします。あ、そういうことか。はい、だから嫉妬心ってあるとかないっていうふうにオンオフみたいなもんじゃなくて、人によって出てくるとかシチュエーションに出てくるみたいなものかなって思ってます。あ、なんかきのこさんのツイッターで、はい、なんかポールダンスやってます？はい、あ、やってます、やってます。僕なんかあんまスポーツいろいろ好きで、あ、そうです。俺あんま情報入れないようにしようと思って、はい、なんか流れてきて、あ、そうなんだ、ついつい見えてきちゃうから、あ、そうなんです。あ、なんかポールダンスって何なんだこれと思って。あ、やってます。ポールダンスとか、あと私スポーツいろいろ、ポールダンス、サバイバルゲーム、ボルダリング、キックボクシング、いろいろやってます。めちゃくちゃつい、はい、もう普通に仕事もしてるじゃないですか。あ、そうやってます。で、彼氏も2人いて。そうです。どんな生活なんですか？もう一日、だから多分よく言われるのは、なんかめちゃめちゃ忙しそうっていうのと、なんかなんでそんないろいろやりくりできるんですかって言って、やっぱまあ仕事がたまたま残業とかほとんどなくて、だいたい定時に帰れますっていうのと、はい、まあ、お金にそれなりに余裕があるのとっていう感じです。多分人の5倍ぐらいの濃さで生きてると思います。あ、なります。睡眠時間どのくらいなんですか？あ、7時間ぐらい。ちゃんと寝てますね。あ、そう、私睡眠ないと、ほら、筋トレも好きなので、ね、睡眠不足は筋トレの大敵だから。あ、寝るのと食べるのはすごい意識してやってます。やはりそこちゃんとしてないとね、絶対こんな忙しくしたら死んじゃうなって思う。なるほどね。いやいや、ショートスリーパーみたいな人もいるじゃないですか。あ、いますよ。うん、3時間ぐらいで平均みたいな。いますよね。あれ本当かよって思っちゃうけどね。え、私だいたい23時に寝て6時に起きるみたいな。朝の方がいろいろ仕事はかどるんですよね。シルク海賊の天気です。次だけ行けるとお酒に変わります。食べたくない。ここですか？失礼します。失礼します。失礼します。今日私を取材で追ってるべきさんです。あ、すみません、失礼します。よろしくお願いします。いいですか、カメラ回ってても。私だけ撮ってくれれば。あ、そうですよね。はい、皆さん映さない。あ、わかりました。ここは何部屋あるんですか、このシェアハウス？3部屋と、あとまあサービスルーム。へえ。のレイアウト、17かな、まあ、私まで含めて。え、違ってました。ああ、誰かにお願いした。でも多分ね、私か竹さんどっちかがやればいいと思うので。きのこさんがここに住んでるってことですね。はい、そうです。7月1日から住み始めました。きのこさんのお部屋がシャワーとしてあるってことですね。そうです。あそこ、ドアから奥が居住スペースで、ここの
奥に一部屋いただいてます。ちょうどサボっちゃったから。そうです。どんぐらいで住めるんですか、ここ家賃というか。家賃ね、ドミトリーが 4人まで住めて6万だから、それを割ればいいのと、また私のところは一部屋いただいて6万かな。で、お部屋が結構広さがバチバチなんで、あの8万円ぐらいのところもあったかな。へえ。で、これはじゃあ、はい、哲学なんちゃらタイは、そうです、哲学タイは。ポリアモリー合コンなんですけど、ポリアモリー合コンを哲学タイはという、方法でやるみたいな感じです。へえ。今回はみんなをこう、まあ、輪に、一つの輪になって、今日17人ぐらいいるんですけど、みんなで輪になって一つのテーマについて、まあ、語り合うみたいなのが哲学対話の手法ですね。だから多分普通のみんなが思う合コンとはものすごい違う感じの語り合う会みたいな。なるほどね。へえ。イベントをやることをあのコンセプトにしてるシェアハウスで、まあ、こんな形でリビング広げてみんなが交流するし、はあ、たけさんはあのお顔とか隠した方が良かったりしますか？なんかありますか？ざくっと言うと、あの今回このイベントで、いやポリアモリーの方に対してイベントをやっているということに関しては私 OK です。ああ、ただ私ポリアモリーかどうかっていうと、そういった趣旨での要は報道なりは一切やめていただきたいです。あ、わかりました。実際ポリアモリーがハテナマークがつくので、ただしフレンドリーでイベントを主催してるよって、こういうイベントだよってイベント内容に関してだったら OK です。あ、わかりました。でそこに関しては顔も別に大丈夫です。あ、わかりました。会が始まっても説明させてもらうんですけど、要は私対話の活動をしていて、この対話で相手のことを知り合うという手法を持っていて、で、ポリアモリーの条件、大前提がお互いの要はみんなの合意形成なので、で、その合意を作るために対話の手法というのは間違いなく有効に働くというところで、3年ぐらい前からずっとこちこちイベントをしているという、そんな流れです。哲学対話という手法とポリアモリーというやり方がすごく相性がいいんじゃないかなというのはお互いに感じていて、でもポリアモリーのあの出会える場っていうのを哲学対話という手法でやるとすごい良くないみたいな感じで、ここは今その教育指導要領が変わって、もっと主体的で深い学びを学校に取り入れなさいというところの中の手法の一つとして哲学対話が今注目されています。でそこで東京大学の梶谷先生と一緒にお仕事をさせていただいて、そこで実践で身につけたっていう、そんなやり方になってます。はあ、すごい。まあちょっと実際見てみるのが早いんだろうな、きっと。じゃあ、まあ、そうですし、始めたいと思います。皆様、今日はお越しいただいてありがとうございます。ありがとうございます。主催の一人のひなこです。で、あの一緒にやっていただいているたけさんです。よろしくお願いします。今日はポリアモリー合コンということで、安心安全にポリアモリーのことを語ったり、ポリアモリー同士でつながっても大丈夫な場っていうのは本当にないよねっていう話を、まあ、ずっとしていて、話し合いではありがたい。まあ、友達についてもパートナーとかご活用いただければと思います。で、 あと最初にあのこちら あのカメラをあの構えてらっしゃるあの方が、今日あの三谷さんという方で、今日あの私の取材ということで同席しておられます。で、あの、まあ、今日ポリアモリー合コンをやる私っていうあの件で取材してくださってるんですけども、あのもし、まあ、あの三谷さん取材を受けてもいいよとか、取られてもいいよ、逆に私は取らないでっていう人があれば、あの押していただければと思います。あ、はい、あの今あの YouTube チャンネルのご紹介なんかもよかったらしていただいて、外録チャンネルという街頭インタビューする YouTube のチャンネルやってて、あ、でもちょっともしかしたらこの合コンやってる最中にちょっと登録者が1万人になるかもしれなくて、おー、ありがとうございます。まあ、かもしれないですね。今ね、9970人ぐらいになって、ね、はい、じゃあちょっとよろしくお願いします。で、これから対話をするんですけども、はい、対話って何ぞやっていうことだと思います。で、対話というのはルールに従って皆さんと一緒にお話をするということになります。で、この6個のルールを、皆さんお願いしています。1つ目は自分の体験談や価値観についてお話しください。
キノコさんの本にこんなこと書いてあったとか有名な人がこんなこと言っていたとかではなく、ご自身がどう思うのか、そちらの価値観についてお話しください。で、2つ目、どんな意見でも受け止めよう。自分の意見を言ってると中には相入れない価値観が出てくる時もあります。その時には相手の人がどうしてそういうことを言うんだろうというその理由について意識を向けてみてください。で、3つ目、お互いに問いかけるように意識しよう。で、私今日主催者ではありますけれども、私も一参加者です。私たちがなんか意図的になんか場を作るというようなことはしておりません。皆様、6つ目、プライベートな内容を守ろう。個人的な内容を話していくとプライベートな部分が非常に多く出てくると思います。で、このイベントが終わった後に個人が特定できるようなことをネットに書くということだけはお聞き換えください。私自身もこの会の雰囲気について投稿することはあるんですけども、あくまでも皆様個人が特定できるようなことをお控えいただければというふうに思っております。で、大変恐縮なんですけど、この6個のルールをお守りいただける方、挙手をお願いしています。報告したいところがあるんですけど、多分プライベートな内容っていうのが、例えばこの2人で話していた時に、東京大学出身なんですとかだったとして、あの何々さん東大出身なんだってみたいなコメントがあるから、そうです、あの個人とその内容が奥さんがあるところ、あの自己紹介で紹介してあげようみたいな感じで勝手に紹介すると、その人のこの間だけで共有したかったのが別に、そうそう、結構よくある、他の人の紹介を他の人に勝手にしないっていうのが大事かな。から対話をするんですけども、こういったボールを使っていきます。で、このボールの使い方なんですけれども、このボールを持っている人が発言をしてください。で、ボールの持ってない人は持ってる人の話を聞いてください。それだけです。で、このボールを持ってる間はちょっと話していただいて構いません。次に話したいなと思った人は手を挙げてボールを受け取ってから話をしてください。で、手を挙げるタイミングはいつでもいいです。前の人が話している途中で手を挙げていただいて構いません。で、前の人が話し終えたときに手が上がっていた人にこのボールを渡してあげてください。最初に手を挙げた人にこのボールを渡す必要はありません。自分が渡したい人にこのボールを渡してください。で、話し終えたときに誰も手が上がってないときもあります。そのときには誰かが手が上がるまでボールを持ったままそのままお待ちください。以上です。今日皆さんにちょっとこういった内容でとりあえず話してみたいなと思ったのは、仲良くなるために必要なことは何だろう。なるほど、いいね。仲良くなるために必要なことは何だろう、それについて思うことをちょっと話していただければなというふうに思います。で、最初に私の方にボールがあるんで、まず私から、申し上げますと、仲良くなるため、まあ、職場でも必ず飲み会を開くので酒を入れると仲良くなるかなというふうに思います。いや、なんかめちゃくちゃ月並みなんですけれども、やっぱりこうあの共通の話題がまあ定番だとは思うんですけれども、なんかその上で思うのが、あれ何を思ってたんだっけ。大丈夫ですよ。ちょっとこう、なんていうんですか、共通の話題ってでもなんか探りを入れるときになんかどういう探りを入れるかみたいなのってちょっと悩みませんかって思ってたんですけど、確かに自分だと何でしょう、本当にそれが下手で、なんていうか二分探索って分かりますか皆さん。二分探索、なんかこう、なんか適当にいくつかこうあの打ち込んでみて、そのなんか話題になりそうなものみたいな、でそれでこうあのちょっとでもなんか近いところからなんか広げていくみたいなことをやることが多いんですけど、めちゃくちゃ探ってる感があってわざとらしくてなんか良くないと思ってるんですよね。そういう悩みですね。それでこう本当に東京の笑いに付き合って悩んでます。好きな人、はい、今回初参加なんですけど、あの今聞いててパッと思ったのがちょっと逆行するようなんですけど、仲良くなるためには適切な距離感がすごい必要だなと思って、でさっきの異文探索のお話じゃないですけど、あんまりこう初めての人にすごい接近されすぎると、その後の仲良くなる可能性の道が閉ざされたので、だから
と話せなくても、ただなんか同じ時間を一緒に過ごすだけで、ちょっとずつ仲良しに近づいていく気がするので、なんか安心するっていうか、だから適切な距離感っていうのをちょっと言いたいと思います。それとも関連すると思うんですけど、直近自分が感じたのは、相手を尊重する、はい、対等でありつつ尊重するっていうか、はい、あの要するに上にも持っていかないし、下にも持っていかない、あくまで対等、それは相手を尊重することにもつながるんですよ。距離感もその身分探査も全部つながってくると思うんですけど、僕自身は例えばその個人的な連絡先を交換したとして、例えばそれが LINE であったり、そうじゃないですか。そうすると自分向こうが例えば辛いから話を聞いてほしいっていうメッセージを送ってきた時に、でも自分は今忙しいとか、これこの後予定が控えてるとか疲れてるとかいろいろあると思うんですね。でそれで無視する自由もあるし、話を聞く自由もあるはずで、既読するだの未読するだの、今ちょっと忙しいってメッセージ一言送るだの、ね、でも全部自由なはずなんですよ。選択肢は全然あるはずで、僕はやっぱ他人尊重だなって、他人尊重っていうか尊重はするけれども敬意を持つけれども拝まない、あがめないみたいな部分はすごい大事かなって思いました。以上です。はい、はい、僕は結構なんかお酒がダメなタイプのプロテスタントの家庭で育ったんですけど、クリスマスパーティーとかになるとほぼなんか酔っ払ってるのってるの同然なくらいみんなが騒ぎ出すので、必ずしもアルコールは必要なので、はい、あ、次のパーティーかわいあ、じゃあ、はい、いや、なんかこう、すみません、お名前どういうミルトンです。はい、ミルトンさんのお話を聞いてめちゃくちゃ反省してるんですけど、今え、そんなことなんかそういう、こう、すごくなんか他者に対してなんかさっきの接し方みたいなのってなんかオブジェクティファイしてるっていうか、すごくこう、自分がなんかそんなところがあったのかなって気がして、なんかオブジェクティファイってどういう意味ですか物扱いというか、あんまり人としてちょっとこう、なんかこう、なんか対話をするときに、こう向こう側にもなんかこうそういうダーッと投げちゃうみたいなところがあって、よくなかったなっていう。あ、そう、でも自覚持ってて本当に良かったです。それからこう多分なんかこうなんて言うんですか、まあ、ジェンダーはアシュームしないみたいな言い方をちょっとなんかしたのかなって、あの人っていう言い方をしたと思ったんですけど。アシュームの分かんないです。その限定しないっていうか、そう、一応こうまあなんだろう、こういう時大体その何て言うんですか、プロナウンサー she heard お願いしますって言い方をすることが多いんですけど、ああ、はい、なるほど、ごめん英語わからない英語わかるぜ、分かんないぜみたいな、すごい、なんて言えばいいですか、これ日本語のこの感じってわかりますか、誰か、自分のことを彼彼女っていうのを選べる状態にっていうことです。あ、そうですね、僕は名前呼んでくださいとか、彼彼女では絶対呼ばないでください、私は彼女でいいです、彼女もいいです、彼女でも、まあ、名前ですっていうやつだと思うんですが、すみません、返します。あ、性別を決めした方がいいのかなって思ってました。あ、いい、今補足できたら分かりますけど大丈夫です。まあ、そういう感じです、はい、うん、OK です。なんだろう、ちょっと一回この問いに戻って自分だったらっていうのを考えてたんですけど、仲良くなるためになのかな、わかんないけど、会話が弾みやすくなるために何があったらいいかなみたいなことで少し考えてみました。私の場合はなんかやっぱアイテムとか、こういうコミュニティーボールとかもあると、なんかこうモサモサしてた話、なんか緊張が少しほぐれたりして話しやすくなるし、こういうの BGM であるとか、なんか雰囲気の良いお店であるとか、あとはなんだろう、まあ相手がその紙タバコとか、まあミスタバコとか OK であれば、シーシャーを吸いながらだったり、タバコを吸いながらだったりっていうのは、私の場合なんかそれなんだろう、あんまりガチで向かい合いすぎずに済むっていうか、ちょっとこう腰を挟む暇があるみたいな、そういうものがあるとちょっと緊張せずに話しやすいかなって。美味しいですね、浅草さんかな、そこに猫がいたりすると結構最高かなって思うし、何かしらそこにおしゃれな何かがあるとか、ものすごい奇抜の何かがあるとか、面白いものが置いてあるとか、なんかこれってこうじゃないですかみたいな、あれってそうですよねみたいな話のネタになるものがそこにあると、話
話がしやすくなるし、まあ、話がしやすくなれば仲良くもなりやすいのかなっていう、なんかだから話すとき誰かとゲームするっていうときに私なんか結構なんだろう、あのめちゃめちゃシンプルな内装の店よりはちょっとなんかごちゃごちゃっとしたなんか、バーみたいな方があの話しやすいかなっていうのは個人的には好みとしてあったりします。 そこに目につくものをネタにしやすいみたいな。仲良くなるためで今あのフィーリングというか感覚の話があったと思うんですけど、話してたあ、一応許可が必要。何の話してたの？あの育てパートナーとしてあの一緒に参加した、今年の1月くらいに私が子供があの双子の、5年生の子供が2人いるので、ちょっと子育てを手伝ってもらうパートナーが欲しいって、で私自身アセクシャルっていう持ち人があるので、そこをあの絶対にこう大丈夫な彼をお願いしたっていうのがある。アセクシャルが何なのか言わないと分かる。アセクシャル、基本的に、恋も性もないと言われがちですが、性もない、性が性を相手に対して感じないという講義があるんですけど、狭めていくといろいろですが、とりあえず人に対してあの性的衝動を覚えない、覚えたくない、ない、いろいろありますので、ね、嫌だと嫌だっていう、私は嫌は強いですけど、最初のフィーリング出会った時に、あ、話が合うなとは思ったんです。ただそこからパートナーになるっていうまでに1年近くかかっていて、かなりすり合わせすり合わせすり合わせじゃなくて、大丈夫か大丈夫か大丈夫かなっていう感じは続けていたけど、初対面の時に、あ、この人お話しして楽しそうだなっていうのと、ところから友達になるっていうのはハードルは低いけども、そこから先の仲良し、パートナーであったり家族であったりっていうのはなかなか難しい。私 の子育てを一緒にしてほしいっていう気持ちもあるので、どういうふうにやってほしいかっていうのは相手に伝えて、ヒルトンさん、私はその人じゃないです自分も大事にしながら相手を大事にするっていう姿勢で話していく、対話していく機会をたくさん作っていくのが大切かなというふうに思います。ありがとうございます。で対話は締め切ろうかなと思います。今日は皆さんいろんなものを持ってきていただいております。このまま飲食しないと逆に大変なことが来ますので、どうぞお腹も空いてると思います。ご自由に行った飲食に行ければと思います。一旦ちょっと解散します。ありがとうございました。さんどこですか？あの2人のその双子の人育てって話が一番ちょっと気になりました。なんか聞いてて、なんかね、別に取材していただければ。OK なんですかね？あ、でもね、あとで言っちゃって、体が終わってから、全然全然取材 OK だったはずなので。本当ですか？ちょっと聞いてみようかな。あ、もしくはあの後日また1本2本くらい語れるあとちょっと僕ならちょっとご相談だけさせてもらったらまたいただきます。面白かったです。あ、よかった。ありがとうございます。そう、いいっすね。なんかそれが哲学対話。いや、楽しかったですね。あ、ね、本当にこれだけの人数でもやっぱり真剣に対話ができるな。いいっすね。